4月3日、元ジャニーズ事務所から独立した新しいエンターテインメント企業であるスタートエンターテインメントが、スタート 4U という新しいプロジェクトを発表しました。このプロジェクトは、4月10日に東京ドーム、5月29日と30日に大阪・京セラドームで開催されるスタート社初の大規模イベント、We Are。 レッツゲットザ・パーティースタートに参加する十四組七十五人のアーティストによって行われます参加するアーティストにはニュース・スーパーエイト・カトゥーン・ヘイクセイ・ジャンプ・キスマイエフティにタイムレス・ A ・ B ・ C ・ Z ・ウエスト・キングプリンス・ストーンズ・スノーマン・ナニワ男子・トラビスジャパン・エイエグループが含まれますスタート者は 2023年に発生した能登半島地震のためのチャリティーシングル「WeAre」を4月10日にデジタル配信し6月12日に CD としてもリリースする予定ですこの収益は全額能登半島地震の被災者に寄付されますこれまでの経験からジャニーズ事務所とその所属アーティストは 阪神・淡路大震災後のユニット J フレンズや東日本大震災復興支援プロジェクトマーキング J など様々なチャリティー活動に積極的に取り組んできました。元ジャニーズ事務所の改革者として知られる福田厚社長もスタート社が設立されてからもこの精神を受け継いでおり新しい体制でもチャリティー活動を継続しています。一方で 元ジャニーズから独立した滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社である戸ベも能登半島地震への支援プロジェクトトゥーヒーローズプロジェクトアクトフォーホープを発表しました戸ベは3月13日にこの支援プロジェクトを発表し ナンバーアンダーラインアイラトベタレント13名が総出で歌うプロジェクトテーマソング「b e o n y o u r s i d e の売り上げを能登半島地震で被災した子供たちのために役立てると発表していますこのような善意の行動に対しては一般的には批判的な意見はほとんどなくむしろ称賛の声が大勢を占めますしかしファンからは両者の活動が似ているという指摘もあります実際 X q Twitter などの SNS では戸辺が事務所コンサートやったらスタートも事務所コンサート決定し戸辺がチャリティーま出したらスタート者も出すのすごく後追い感あるといった声が上がっていますこのような声に対して滝沢氏はバッティングしないようにしているとコメントしていますが実際には両者の行動が類似していることは否めませんは オーディションで選ばれたプレーニー以外の所属タレントが全員元ジャニーズ所属であるなど、現在の段階では類似点が多く指摘されています。そして、トベの最近のコンサート、トゥーヒーローズ、トベファーストスーパーライブでは、若手グループ、ウィンクファーストのパフォーマンスが行われましたが、その際にもジュニアそのものといった声が上がっています。 滝沢氏はトベを立ち上げた際に独自のエンターテインメントを追求することが期待されていましたが、現実には元ジャニーズとの類似点が指摘されてしまいました。滝沢氏自身はスタートエンターテインメントの存在についてコメントした際に、デジタル戦略をする理由はスタートエンターテインメントのタレントの皆さんと活躍の場がバッティングしないようにしているからと述べていますが、 実際には類似したプロジェクトが同時期に実施されることもあります結局のところ類似点は避けられないものと言えるでしょう滝沢氏もバッティングを避けようとしていますしスタート者も新しい方向に向かっていますが基本的なコンセプトは似ていますただしファンの中には両者の活動が重なっていることを楽しんでいない人もいます滝沢氏の動きが ファンの間で分裂を招いているように感じられることもあります。ジャニーズ事務所の一強から複数の企業が活躍する時代に移行していますが、ファンの感情は複雑なものです。やはり、両者の違いが明確になるまで、ファンの心境は安定しないでしょう。しかし、結局のところ、良いものは認め合うべきです。両者が同じような活動を行っているのであれば、 それは当然のことですだからこそこの2つの新しい企業には応援したいという気持ちを持っていますチャリティー活動は多くのアーティストが行っておりこの2つの企業が同じことをしているからといって特別な対立を煽る必要はありませんむしろどちらも頑張ってほしいと思います若手男性グループをプロデュースする場合似たような活動になるのは当然のことです 他にも多くの企業が同じような活動を行っていますし、時期が被ることも珍しくありません。そして最後に、この2つの企業がどのように展開していくのか、そしてファンの反応がどうなるのか、これからの展開に注目が集まります。では、最後に質問をいくつか投げかけてみましょう。これらの企業の活動について、あなたはどう感じますか 彼らのチャリティー活動についてどう思いますかそして彼らの将来についてどんな予想を持っていますか